どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこのうちのこたつのお散歩に持ち歩いているこういったねお散歩バッグの中身と、あとこういうドッグウェア、これはねどこで買ってるのかっていうのをお話ししてみようと思います。ワンちゃんのねオーナーさんの参考になったら嬉しいです。では早速ですがね、このお散歩アイテムから紹介していきます。まずこちらのバッグですが、これはですね先日発表させていただきました、このね僕が監修させていただいたワンちゃんのお散歩用トートバッグのパートートです。色はねこちらのマットブラックとこちらオフホワイトがあります。こういう風にね取っ手で持ってもいいですし、こういう風なショルダーベルトをつけてね肩掛けしていただいてもいいというものになってます。でこれ内側にですね、ちょっとこっちの方が分かりやすいかな、内側にこういったマジックテープで留められるパーティションがついていて、これをね内側に入れて好きなところにマジックテープで留めて、好きなサイズで仕切りをね作ることができるというバッグになっています。こういう風にねパーティションで仕切りをつけることで、バッグの中でボトルとかタオルとかねチケット袋とかがぐちゃぐちゃにならないというね、このパーティションを自由に付け替えられるトートバッグということで名前をパートートと名付けました。このね、僕が今まで使っていたお散歩バッグに感じていた悩みだったり課題っていうのをね全部クリアした、使いやすくスタイリッシュなトートバッグになってます。こちらね前回の動画公開の時から先行予約を開始したんですが、すでにねかなりの数を予約いただいてます。本当に反響がすごくて驚いてます。でこちらの発売日がですね今日です。今日12月14日からいよいよ発売なので、使いやすくねスタイリッシュなお散歩バッグを探している方はこちらね概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらねそちらからお求めください。すでにご予約いただいている方には12月15日以降ね順次発送となりますので、お届けまで少々お待ちください。はい、そんなこのパートオートの中何を入れて持ち歩いてるかっていうのを今日紹介していきます。先ほど言ったようにねこういう風に内側に仕切りがついているので、この中からね紹介していきたいと思います。まずこれですね、ウォーターボトル、これはヘトリオというところのウォーターボトルなんですけど、ちょっとあんまり聞きなじみのないブランドなんですが、これは散歩中にこたつに水をあげるときとか、あとおしっこしたときに洗い流すためのねボトルです。これこんな感じでね見た目もスタイリッシュですごいかっこいいんですけども、これ使い勝手もすごい良くて、このねシリコンの蓋をこう外してボトルをギューッと強く握れば水をねバーッとかけることができますし、あといいのがですね、ここの葉っぱみたいな模様が入ってるね、ここの部分、これをですねこういう風に折り返すことができるんですね。こういう風にで折り返して、ここにちょっと今水出ちゃうんで一回蓋閉めますけど、ここに水をバーッと溜めて、このままね水を飲ませてあげることができます。なのでこうこたつに水をあげる時も別のねカップを用意しなくても、このままねここに水を溜めて飲ませてあげることができるというね、こういった便利なアイテムになっています。本当にカップを持ち歩かなくていいので持ち物も減るので効率的ですしね、あとねこの色もこうマットブラックでかっこいいですよね。なかなかねこういった色のアイテムもねないんですよね。カラフルなものが多くて、このブラックを探していたんですけど、やっとね見つかったという感じですね。でこのパートート、これをね作ったきっかけもそうなんですけど、ペットグッズで可愛いのはね結構多いんですけど、これねマットブラックとかちょっとねスタイリッシュでかっこいい色のバッグとかね、こういったペットグッズみたいなのってね意外と少ないんですよね。なのでねこういった無彩色でね、こうポイントもこういった真鍮の金具ぐらいしかね入れていないといったような、まあシンプルな見た目のバッグ、こういうのをね作りたくて今回ディレクションさせていただいたんですけども、まあこういったね水ボトルもなかなかねそういったものがなかったのでやっと見つかったという感じですね。まあこれもねここにちょっとテキストが入ってしまっているんですけども、まあこういうのもね文字とかも入ってなくて無地だともっと嬉しいんですけど、まあ見つけた中だと一番デザインもかっこよくてスタイリッシュだし、そしてね使いやすいのでこの水ボトルを持ち歩いています。でこのパートをあとはこういったね仕切りをつけることで水のボトルをねこうスッと格納しやすくて、さらにねこうボトルがね頭はみ出ないような作りになってるので、しまった時の見栄えもいい感じにね作ってます。まず水ボトルと、あと僕が持ち歩いてるのはここの仕切りのねちっちゃいポケットのところに入れてるのがこちらのホテルハンカチですね。まあ、ハンカチサイズのミニタオルですね。これはこたつに水をあげた時とかに口元をねこう拭いてあげたりとか、あとね目やにが出ちゃったら目やにを拭いてあげるとか、あとはねちょっとお腹とか汚れたらこれで拭いてあげたりとか、そういう風なね軽く拭いてあげる時のためにねこちら持ち歩いてます。こういったねコンパクトなふわふわのハンカチです。このねサイズ感もちょうどいいんですよね。これを持ち歩いてます。
はい、でメインの収納部分はこんな感じで、あちなみにねもう一個ここに大きくポケットもう一個つけてますけど、ここには使ったエチケット袋、うんちとかね入れた袋っていうのをしまうようにしています。そうすることで水ボトルとハンカチと分けてねこの使ったエチケット袋を入れることができるので、仕切りがあるのでねそれらがバッグの中でぐちゃぐちゃになってしまうこともないっていう風な作りになってます。はい、でこのメイン収納部分はこんな感じ であとこの裏側にですねここにも大きいポケットがついていて、ここにはエチケット袋入れています。これ今3枚入れてますけど、実際ここをね畳んで入れたら5、6枚から7、8枚ぐらい全然入ると思います。はい、で使ってるねエチケット袋はこちらのサンテックオプトのポイタ君というねエチケット袋を使っています。このねエチケット袋もいろいろ試したんですけど、これはこういう風にね紙の袋とビニールの袋、これが2枚重ねになっていて破れにくいし結びやすいので結構ね使いやすいと思います。あとね匂いもなく無香料なので、まあ個人的にはね匂いがあるやつあんまり好きじゃないのでこれがいいなと思ってねずっと使ってます。これをねこの大きいポケットに入れています。でさらにこのポケットをこう開くとですね、ここにちょっと見にくいんですけどちっちゃいポケットがねもう一個ついてるんですね。こっちで見てもらった方が分かりやすいかな。ここにね小さいポケットがもう一つついてるんですけど、でこの小さいポケットにはこれ入れています。これはですねタブレットケースですね、ミニスライドケースというやつです。これは Amazon で見つけたフリスクみたいなねケースなんですけど、こういう風に片手で開くことができて中に、ね、おやつを入れています。はい、で散歩中にねこたつにおやつをあげるときとかはここから出してこれをねこういう風にあげて、それでこう片手で閉めて、でまたこの中にスッと入れると、こういう風に使ってます。片手で開け閉めできるしコンパクトなのでね気に入ってます。おやつのね出し入れがすごいしやすいです。はい、急にアクティブになってしまった。はい、こういったタブレットケース、これもねノーブランドですけど Amazon で買えます。今日紹介するものはね全部概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、パートノートの中に入れてるものはこんな感じですね。あとお散歩の時に使ってるのはこちらですね。こういう風に光る LED で光るお散歩の時に使う首輪ですね。これは夜間歩く時これをねこういう風に首につけてあげてお散歩しています。全体がねこういう風に光って非常にね明るいので安心安全にねお散歩できます。ここにねスイッチがついていて、こういう風に光り方もね変えることができて、あとさらにここね長さをハサミで切っちゃって大丈夫なので、ハサミで切って長さ調整して首にね合うようなサイズにしてこういう風にねつけてあげることができます。さらにこれ USB 充電できるのでずっとね使えます。あとこれ色はピンクを使ってますけど、他にもねカラーバリエーションいろいろあるのでお好きな色がね選べます。あとお散歩グッズがこれですね、首輪とリードです。これは何度かね紹介していますけど、ファイブドロップスさんで作っていただいた首輪とリードです。本当ねファイブドロップスさんいつもねお世話になってますけど、こちらにね注文してフルカスタマイズで作っていただいた首輪とリードです。もうね何本も作っていただいてますがね、これは今年の2月のねこたつの誕生日に作っていただいたものですね。ファイブドロップスさんこうねレザーの色とか、あとこの縫い糸の色、あとこういうスタッツとかこうストーンとかね、こういうのも結構いろんな種類から選ぶことができて、でさらにねその配置までもね細かにカスタマイズしてオーダーできるので、もうこの子だけのこう首輪とかリードがね作れます。これしかもベルトのところにはねちゃんとこたつってね名前も入れていただいています。こんな感じで完全に自分のワンちゃんだけのねカスタマイズ首輪リードを作ることができます。あとそうだちょっと見せられないですけど、これ内側にはね僕の電話番号も掘っていただいていて、もしね首輪をつけたまま逃げてしまったりした時もその電話番号をもし見つけてもらえれば電話をいただけるというね、そういったね安全面も配慮した作りになっています。ほんとこれもね細かなところまで要望通りにね作っていただいてかなり満足しています。はい、お散歩アイテムはこんな感じですね。であとよく聞かれるこのこたつの服、こちらについてもねちょっと紹介していこうと思います。
はい、ドッグウェアについてね紹介していきますけど、こうねこたつに買ってあげられるものってこういうね服ぐらいしかないので、ついついねいろいろ買っちゃうんですよね。いくつかねよく僕が購入させていただいてるドッグウェアのお店がありますので、そういったところを紹介していきます。まずこちらからいきましょうかね。これがですねブリンプさんというところのドッグウェアです。プレブルウェアの専門店なので、こうねサイズとかもフレンチブルドッグにぴったりなサイズに作られていて、非常にこたつも着心地良さそうです。でこういったねフリースみたいな素材のものから、これもねこれもそうですね、こういうポケット付きの可愛いウェアとかね、こういうのがたくさんあります。あとねワンポイントでこういったフレンチブルドッグのレスラーマスクみたいな感じですかね、こういったパッチがねついていて、これもね可愛い赤ちゃんの服みたいで、もう服のシルエットがもう可愛いですよね。ちょっと撮っててください。であとねこういうパーカーもあります。もう完全にカレッジパーカーみたいな感じですね。パリこんな感じで、今着てるのもねパーカーですけど、こういったパーカーで色違い、これは東京って書いてある、これもねカレッジパーカーみたいなやつですね。ほんとこれ着て寝てると暇な大学生にしか見えないですけどね、こたつが。であとこういった少しね毛足のあるもの、こういったウェアもありますね。このねブリンプさんサイズ感ちょうどいいんでね、いろいろ買っちゃうんですよね。はい、これもニットっぽいのかな、これもねすごい可愛いですね。であとこれもねワンポイントのこのレスラーマスクのロゴパッチがついてるのと、あとねこれ可愛くて、この肘のところにねこう肘当て肘パッドがねついてます。こういったデザインのもの。あとこれは冬仕様ですね、半分ニットで半分スウェットみたいになってる、こういう切り返しのバイカラーのものになってます。これもねユニークなデザインですよね。これ去年買ったかな、結構僕も気に入ってます。あとさっき見ていただいたグレーのやつの色違いかな、こんな色のもあります。あとこれは半袖夏のウェアですね、はい、タンクトップタイプのもの、こういったものとか、これの色違いかな、こういうライムグリーンの鮮やかなものとかもあります。はい、本当ねブリンプさん可愛いですよね。でブリンプさんはフレンチブルドッグのウェアの専門店なので、やっぱりねフレンチブルドッグのウェアの専門店はこのねフレブルの小豚体型にぴったりなのでね、ここでよく買っています。こういったブリンプさんと、あと最近使わせていただいているのがこちらですね、ボーダーズボーダーさんのウェアです。こちらもフレブルウェアのね専門店で、これ最新作だったと思うんですけど、こういったユニークなバンビ模様のものから、あとは今ね着ているこのパーカー、これとかもそうですし、あとねこれとかもそうですけども、こういうねシンプルだけど素材がね可愛いウェアが多いですね。あとワンポイントでこういう風にマフラーをつけた黒いねフレブルちゃんのロゴが入っていて、まあこれも控えめで可愛いですよね。はい、これもタンクトップですね。あとこれはちょっとベロワ生地みたいな感じの秋冬っぽい感じ、こんな感じでねシンプルだけど可愛い素材とパターンで作られていてね、ワンポイントの刺繍とかも可愛いので、このボーダーズボーダーさんもね最近よく使わせていただいています。であと今ねまだ1枚しか持っていないですけど、この今こたつが着ているオーバーオール、これはねマンダリンブラザーズというところのオーバーオールを着ています。こちらはフレンチブルドッグウェア専門店ではないので、サイズが合うかねちょっと不安だったんですけども、サイズガイドを見て購入したらねこんな感じでぴったりでした。とてもね人っぽくなります。このインナーで着ているのがボーダーズボーダーのパーカーで、でこちらのオーバーオールがマンダリンブラザーズですね。このマンダリンブラザーズさんもね他にも可愛いウェアたくさんあったのでね、こちらも概要欄貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。あと以前よく使わせていただいていたのがこちらのブリンプさんですね。ブリンプさんもね結構可愛いウェアたくさんあるんですよね。こういったパッチワークとかノルディック柄ですかね、こういったちょっとスキーウェアっぽい感じのノルディックとか、あとはこういったねボーダーとか、こういうのね可愛くてよく使わせていただいていたんですけど、ちょっとね最近のデザインがあまり僕好みではなくなってきてしまっていて、結構ねイラストとか文字が多めなデザインが多くなってしまって、あんまりね見た目的に最近のがあんまり好みじゃないので最近あんま買ってないんですけど、でもねこちらもフレブルウェア専門店で非常にねサイズ感もちょうどいいし可愛いデザインのもの、まあ、このものとかもね可愛いデザインのもの多いので、ここもおすすめです。いやーもうこんなに集めてしまってね、もう親バカですよね。でもねきっとこたつもね喜んでくれていると思いますね、こたつさん。
はい、そういったわけで今日はこちらのこたつのお散歩バッグの中身とドッグウェアの紹介をさせていただきました。はい、冒頭でも言いましたが、こちらのお散歩バッグパート8発売中ですので、概要欄からチェックよろしくお願いいたします。パート8についての詳しい説明は紹介動画もね撮って公開してますので、そちらの方をねリンク貼っときますので、よろしければねチェックしてみてください。この辺にもリンクを出しておきます。よろしくお願いいたします。このチャンネルではたまにはねこういったこたつにフォーカスした動画もね撮っていきますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。